皆様こんにちは。国体の本技を学ぶの時間です。解説してくださるのは小薙善光先生です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、中高というところの続きを読んでいきましょう。吉田松陰が式七則の中に、人軍民を養い、持って尊厳を継ぐ、臣民君に忠に、持って父の死を継ぐ、軍民一体忠厚一致は、ただ我が国のみしかりとなすと言っているのは、忠厚一本の道を極めて適切に述べたものである。中国のごときも行動を重んじて、公は百公のもとと言い、またインドにおいても父母の思いを説いているが、その行動は国に連なり、国をもといとするものではない。はい、ありがとうございます。この後半のところは分かりますよね。インドや中国の中国においては、行動っていうのは国、日本のように国っていうものにつながっていくというものではない、あくまでも親子の間にしかこれは通用していかないものでしかない、という、まあ、この概念というのはなぜ起こるかといえば、国というのが国民のためのものになっていない。国というのは王様ですとか皇帝が自分一人が贅沢をするための機構であって、で国民のためのものではないというのが根底にあるわけですね。要するに暴力団の組事務所が王朝を名乗ってるということでして、民衆から見るとろくなことしないというこという、まあ、そういうものでしかないわけです。これはですね、実は形が王国であるからとか、あるいは皇帝がいるからとか、そういうことではないんですね。で、王様という名前が大統領に変わり、あるいは皇帝という名前が内閣総理大臣と変わり、あるいは国の将軍というのが国会議員というふうに名前が変わったとしても実は同じなんですね。変わらないんです。これは世界中どこでも一緒です。現代の日本もむしろ古代や中世のチャイナやコリア、あるいはヨーロッパと同じ状況になっています。どういうことかというと、その中高の道というのは、これが軍民一体という状態に今なっていない。はい、官僚や政治家というのは、まずは自分の懐を肥やすことが大事であり、で一般の民衆が豊かになるなんていうのは一切関係ない。だから民間でちょっとでも稼いでると思ったら、いろんな種類の税金を貸して、とにかくその人が稼いだ金を一生懸命になって巻き上げるということしか考えない。もともと江戸時代なんか見ると、税制っていうのはある意味罰金でもあったんですね。罰金のことを税って言ったんです。はい、例えば同じ長屋の中に犯罪者が出たとします。で、奉行所にしょっぴかれた。そうすると、向こう三軒両隣の人たちっていうのは、これは重課税、はい、といって税金を余分に、だいたい通常の3倍払わなければいけないという罰金刑が課せられたんですね。この税金というのが、今はもう現代日本ではお金で払うだけになってますけど、当時は労役を含んだんで、労役を通常の3倍課すと、はい、いうふうなことが行われていました。つまり、もともと税っていうのは、税も罰金も出どころ最終的に入っていくところ同じですから、実は税と罰金は同じものだってことですね。で、現代日本で一生懸命働いたら所得税という罰金があるわけです。はい、で、自動車買ったら自動車税があるわけです。ガソリン入れたらガソリン税という名前の罰金を払わなければならないんです。財産相続すると相続がまかりならんところで、相続税という罰金を払わされることになるわけです。なんと、その税金の数ね、種類だけでも50種類、世界で最も多い。ありとあらゆる方法で国民から国民に罰金刑を課して、税金という名前のね、罰金刑を課して、とにもかくにも買い物したら消費税ですから、はい国の税収ももうどんどん上がって、なんかね、去年も過去最長になってましたよね。そうですね。で、じゃあどうすれば国民褒められるんだと言ったら、働かなかったら生活保護っていう名前の賞金もらえるっていうね。でしょ、はい、一生懸命働いたら罰金刑課されて、で
働かずにいると生活保護っていうあの恩賞をもらえるわけです。日本という国は何を目指してるんだって話ですよね。なんか仁徳天皇の時代にな、はい、そんな風に書いてほしいですよね。そうですね、でまたあのそういうこう区民っていうものが一体となっている、つまり、国の政治家っていうのは天皇の大御手である民衆が豊かに安心して安全に暮らしていくことができるようにしていくこと、これが最大の使命であるということになってくると、その親子関係の一つの家庭の中における親子関係も、あるいは君あの君臣の道も、そして、公と君の道、公と臣の関係もまた同じように一本の糸で結ばれていく、つまり国全体が一つの日本という大きな家族となっていくという姿が出来上がるわけです。このような形を持った国家というのは世界で唯一日本だけだったということですね。はい、で中国においても要するに用語としては行動親孝行の道というものはあるんです。はい、で、親孝行というのは百孝のもと全ての行いの根本であるというふうに述べられているんです。じゃあどうすればいいんだと言ったら、親があの飯が食えなくて飢えていたら自分の太ももの肉を切ってで焼いてそれを親に食わせることだと。はい、そうなんですか。でも親がそれで喜ぶかっていうと、いや喜ぶんです。そうなんですか。はい、自分の腹を満たすことができたから。そう、子は親の食い物でしかない。そうですか。だって日本だったらちょっとでも子供が傷ついたらもう、ね、はい、親はもう自分の子体が傷ついたように痛みを感じるように思います、ね。うん、それが本来の人間の道だと思うんですけど、結局それはなぜそういう人の道を大切にすることができるかといえば、国民がちゃんと食えるという、安心して食べていくことができるというその自覚保障と自覚があるから、みんなが安心してお互いを大切に慈しむことができるわけです。例えば大きな地震が起こって被災地のところに、まあ自衛隊なんかが食料を届ける、その時に自分の分だけいただいて残った分は別なところに持ってってあげてくださいと言って、みんなが普通に送り出してくれる、そこで略奪が起こらない、それはもう2000年以上も昔からそういう災害が起こった時には必ず国が助けてくれるという、でその国が助けてくれるということが分かってるから、だから普段は逆に国にちゃんと税を納めていく。あの先々週の凪先生のお話になりましたように、はい、やっぱりヨーロッパですとそうした貢ぎ物を王様にしない人たちは、はい、もう人間と見なされていないと。そうそうそう、だから何人死んでも気にされないと、はい、でそういう状況と違って日本というのは、またその3週間ぐらい前のお話にも山の上の奥らのお話でありましたけれども、いろんな人がこう県知事のような立場で国士でしたっけ、はい、それで行って、そして何か災害があった時にはお互いに食べ物を回し合うと、はい、そういうシステムがきちんと出来上がっていたのもやっぱりこうした一人一人の大御宝を奪いさせないと大事に思っていたからであるんですよね。そうですね。でそれをさらに支えていく、要するに道徳の中心的な存在となっていったのが武士であり、この武士道を書いたの武士道の、まあ、一つの考え方を述べたのが吉田松陰の四季四則という、まあ、このこれは7項目にわたって描かれた武士道の根本ですね。武士道のことなんですね。はい、でこれ吉田松陰いつ書いたかというと、まあ、今という刑務所に入れられている時、牢屋に収監されている時に、まあ、自分の叔父のとこの玉木文之進だったかな、そこに松下村塾で、生徒たちに教えようとした武士道の根本はこれですと言って七か条の文章を書いて、でそれをおじさんのとこ送ったら、おじさんがまあちょっとこう添削をしてくれてね、それが今でも残っている四季七則というものになるわけなんです、なるわけなんですね。でその中で、その中の一つに人が君民を養いというのは、一般の民衆が権力者やお役人さんやあるいは他の人々を養っているですね。人が人を養っているわけです。でそれは一般の民草の一人でしかない自分も多くの人々たちを養うのに力を貸しているわけです。でそういう素行も大昔からの仕事を受け継いでいく。でそのために豆なる心、忠というものを、忠というのは豆なる心を尽くしていく。で
君臣一体中高一というのは、これはただ日本にだけ存在したものなんですよ。やっぱり吉田松陰もこうした外国のいろいろなこう事例などと比べて、はい、そうです、やっぱり日本にしかないっていうことを確証して書いたっていうことですね。そういうことですね、はい。だから何でもかんでもその外国のものありがたがる、これまあ、あの戦後の、ね、日本国憲法自体が前文で、世界の諸国の、ね、公正と真偽に信頼しというふうに書いてるぐらいで、日本国内よりも日本の歴史伝統文化よりも、そしてまた日本人よりも日本人は外国を信頼しますというふうにこれ憲法で書いてるわけですから。確かにこう外国でも例えば医療だとかいろんなこうなんかこう技術的なこととか学ぶこともいっぱいあると思うんですけど、でもそれよりもこうやっぱり先人たちがずっと受け継いできた日本に継がれてきたさまざまなことをやっぱり軽んじてはいけなくって、こうして日本にしか存在したかったものっていうのをこうしたいろいろな歴史から掘り起こすのが大事だなと、やっぱりこの吉田松陰の言葉からもすごく思いますね。そうですね、人間が生きていれば、人が2人いたら必ず喧嘩起こるんですよね。3人いたら派閥ができるんですね。で2対1になって1人がいじめられるんですね。で世の中ってそういうもんなんですよ。でただしいろんな議論があるし、いろんなぶつかり合いがあるし、やっぱり言いたくても言えないことがあったり、あるいは思いが通じないっていう悩みがあったり、あるいはもう時に衝突したり、親しき中ではあっても喧嘩ってあるわけじゃないですか。でそういうようなことが起こっても、一番大切な根本っていうものを、はい、この一点を大事にしておいて、でもう悩んだ時は必ずそこに戻る、その原点というものを原点に戻って改めて今を見直していく、これが要するにこの扇でいう要なんですね。この要、はいはい、全部の竹はこの要一つなくなったら、うん、みんなバラバラになっちゃいます、はいはい、これたった一つのこの要で扇っていうのは成立するわけですね、はい、それと同じようにその原点というものをしっかりと保っていく、でそれがあったがゆえに日本というのは一つの国になることができた、現代失われていて、そして過去の日本にあったもの、過去の日本にあって現代の日本に失われていてないもの、それはこの扇の要、日本人としての原点、それが今は忘れられているということになります。はい、きっと日本人の心そのものは変わっていないと思うので、はい、いつかそれをしっかり取り戻せる日が少なく来たらいいですね。そうそう、このね、だから扇の一本一本の骨は変わってないんですよ、はい、で紙も変わってないんですよ、この要一つあるかないかで、これなかったら使い物にならないですからね、はい、バラバラですから。そうですよね、これからもその要の部分を小田切先生に解説していただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。それでは小田切先生、今週も解説いただきありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。